マトディューコバクは、クロアチア独立国のエースパイロット。公認撃墜機数は44機。ユーゴスラビア王国のスルチンで生まれた。デューコバクは1941年に独立した、クロアチア独立国の空軍に入隊したが、最初の任務が巡ってきたのは、ソビエトのクバ番側にほど近い場所へ配属された後の1942年10月29日だった。彼は、 ソビエト空軍相手にシビタン・ガリクト・ロッテを組んで奮戦。このガリクト・デュコバクのロッテ編隊はクロアチアで最も成功したペアと呼ばれ、共にエースパイロットとしての頭角をどんどん表していった。1944年2月の時点で彼はすでに250回の出撃を経験し、その間に37機の敵機を撃墜していた。その功績からデュコバクは ドイツ空軍元帥、ボルフラム・フォン・リヒト・ホーフェンからドイツ十字章を授与される。その後、クリミア半島に配置となり、さらに7機を撃墜。これで、公認撃墜記録は44機となり、8月には、大移へ昇進する。しかし、9月に、東プロイセンに派遣され、そこで、メ109の新型機の訓練を受けることになり、ソビエト相手の戦いからはしばらく離れることに、 その後、再び、クロアチア、ユーゴスラビアへ戻り、戦闘機パイロットとしてではなく、飛行教官として、パイロットたちを指導。だが、ナチスドイツの配色が濃くなってくると、それに付き従っていた新独の傀儡政権は、次々に願えるが、崩壊を見せていた。デュコバクはそれで自分が逮捕されることを恐れ、1945年2月にイタリアへ逃げた後、 アメリカ軍に降伏する。戦後、釈放された彼は1948年に起きた第一次中東、戦争においてシリア空軍に参加。彼はこの戦いを生き延びた後、最終的にカナダへ渡る。1990年9月、デュコバクはカナダのトロントで亡くなった。ありがとうございます。